こんにちは、吉田さん。このカードでしょ。このカードで私もね、先日届いたんですよ。先週ですか。1500円、 A8 ネットでいただきました。やったね。未だにセルフバックやるというね、これやった方がいいですよね。まあ、そのためにも信用落とさないようにキャッシュフローきちんと回した方がいいですね。このカードも信用枠がないともう却下されますからね。まだまだ私カード作れますよ。もうね、本当にありがたいですね。もうこのカードでね、何十万いただいたんやって話ですよ。ということでございますけども、そのキャッシュフローね、キャッシュフローすごく大事なんですよ。ちなみにですね、サラリーマンさんに勧められる不動産の案件、これでね、節税対策できますよっていうのは、あれはちゃんと考えたら嘘ってことが分かります。不動産屋さんはそれを嘘って分かっていて、よく分かってない人に勧めてるんですよ。まあ、そもそも税金対策って何なんだってことじゃないですか。利益が生まれてるからこそ税金対策の意味があるのに、あの不動産投資で利益が生まれるなんてことを考えられないわけですよ。で、全然ね、パーセンテージも悪いんですよ。あれをね、利益で得るっていうのは、あのセールスをしている人だけなんですよ。手数料だけ。だから、あれを真に受けて契約しちゃうと、とんでもない地獄にはまりますし、サラリーマンさんで契約できるのって、せいぜい1件だと思うんですよ。あれはですね、いろんな案件を10件、20件と契約できる人が、そのうちの1つとしてね、やる分には、まあ、ない話ではないんですけども、あれ一点集中だと、まあ、こけますよ。うん、むちゃくちゃ難しいですよ。それこそ、難しい時期っていうのは必ず来ますからね、返済中に。その時に一気にもう回収されて終わりですからね、もう即死ですよ。うん、まあ、その辺のニュースがね、よくよく出てると思いますけども、多分意味がわかんないんで、多くの人の関心は呼ばないんですよね。うん。いやー、ひどい話ですよ、あの不動産は。もうババ抜きをやってるもんですからね。そして車の件ですけども、やっぱりね、車ローンで買った方がいいかなと思うんですよね。というのがやっぱり税金対策とかになるのは、車が大きいですね。私の場合は、あのベルファイアね、2年払いで法人契約してるんですよ。で、2年はいつ来るかっていうと、今年の6月なんで、もう間もなくです。そうするとですね、毎月毎月、まああれはね、6、7万払ってるんですよ。6、7万払っていて、2年で、税金対策で完了なんですよね。うん、そうすると、単純に考えて、毎月6万、7万の利益までは、車の経費で相殺ってことになりますんで、だから大いに稼ぐことができますよね。でもあれ一括で買っちゃうと経費で認められなくなっちゃうんで、大部分はね、大部分は経費で認められないんでだからずっと毎月の控除ってのはないわけですよ。となるとですね、私ベルファイアのローン終わるわけですよ。うん、となると今度はもう1台6万7万のローン別に組んでも全然怖くないんですよ。払えてきてるわけですからね、このコロナ禍で全く困ることなく払えてきてるんですよ。じゃあもう1台マンダ銀次郎のベンツでも買おうかなっていう発想になるんですよね。だからね、2年ごとに車が増えていっても全然いいわけですよ。毎月10万の支払いぐらいまでだったら今の暮らしで耐えるわけですからね。ただやっぱりさすがにね、今車4台あって、まあ、先日1台は廃車にして廃車 .com で、検索してですね、5000円もらったんですよ。車を捨てる時でもお金がもらえるというね何もかも情報によって儲かっちゃうみたいなことがありますけども、さあ4台のうち3台は今あります。でもそれぞれの車ほとんど乗ってないんですよ。駐車場代も、駐車場もこの前ね、廃車に1台したんで1個解約したんですよ。その駐車場を他の方が借りてるかって、10台ぐらい止まる駐車場で私解約したんですけども、その駐車場一切誰も止めなくなりましたぐらい、車がねいっぱいあってもしょうがないんですよね、今の時代ね。うん、だからもう完全にね、超合金とかプラモデルを持ってる感覚ですよ。私のナイト2000もそうですけども、あれね、ただ買ったっていうだけなんですよ。もう乗らないですね、全然ね、吉谷さん。だってこのカメラの前で私ずっと喋ってるわけですよ。車オイル交換も今度3月しますけども、全然オイルなんてね、オイルもピカピカのままだし、なんかただ洗車するだけために買ったみたいなね。まあでもね、楽しみ方が乗るっていうことから持つってことに変わってきたかなということですね。今はだから所有欲をね、しっかりと満たさせてもらってるかなってことです。あ、そういえばね、私バレンタインデーにチョコもらったんですよ。このカップヌードルみたいなやつで、チロルチョコがいっぱい入ってるんですよ。まあこれがなんか最近は嬉しかったな。あとね、あの町内会の会長ももうすぐ1年で任期を終了します。まあなんか結局あんまり変わんなかったですね。町内会の会長ってめんどくさがってみんなやんないんですけども、めんどくさくもなんともなかったというそんな感じでした。恐れるほどではないというね。
きっとね、何をすればいいか分かんないから避けたがるんですよね、きっとね。だから車のローンも毎月6、7万払ってきましたし、それだけじゃないですよ。だってないと2000もあるわけですからね。プラス軽自動車の新車で買ってますから、あれもあるわけですよ。ローン合算で多分誰かの年収みたいな感じになってると思うんですけどなんかそんな暮らしでいいんでしょうかみたいなね。全く社会の生産に寄与していないという私でございました。で、消費活動だけには積極的に参加してるんで、今消費の冷え切ったこの世の中ね、むちゃくちゃ消費する私みたいな立場っていうのは貴重なんじゃないかなと勝手に思ってますけどね。まあ稼いだらしっかり使うってことですね。どんどん経済回して、どんどん稼いで、どんどん使う、これね、ポンプのようにはいっちゃ出て、はいっちゃ出てみたいな人生でございます。その辺私昔から変わってないですね。もう借金して借金返してみたいなところからね、金を稼いで金払ってみたいな、全く変わってないですよ、その辺はね。ということで今回は以上です。いってらっしゃい。